Hey, thanks for playing this video. It really means a lot. Alright, here we go. Nam Channel. こんにちは、みやびです。こんにちは、のりかです。ナムチャンネルです。イエーイ。今日はこれから夏になるので、それに向けてテーマ別にコーデをしていきたいと思います。イエーイ。イエーイ。なんだこの白い、これなんていうんだ、シアシャツ。シアシャツはレトロガールってとこで買って、レトロガールで買って、この中のタンクトップは多分 GU で、このズボンはなんかネットでしか販売してないっていうクティールっていうとこで買いました。シアシャツ人気だもんね。そう、可愛いもんね。このオレンジも持ってる。去年はシアシャツずっと集めてて、そう。じゃあネクストみやび。はい。私はこれです。なんか初デートだから、ちょっと可愛らしく女の子っぽくしました。これは、ミルアミュレットっていうブランドです。ズボンはこっちもしよう。そう、ズボンは見えます、スリットが入ってて可愛くなってます。この襟とか可愛くて、あとパフスリープでちょっとモコッとしてる感じです。まあ夏っぽく柄シャツと、これはこれも多分レトロガールってとこだった気がする。違うかな、これは分からない、買った覚えもないんだよな。それやばくね、買った覚えない。そう、全然覚えてない。ワンウェイってところらしいです、これ。で、これはさっきと同じクティールのズボン。これめっちゃお気に入りで着回しめっちゃしますって感じ。ネクスト。はい、次はみやぴです。いや、海といえば麦わら帽子ですね。ですね。こうやって結んでも可愛い、こう結びたいんですよね、紐付き。とりあえず帽子が好きなんですよ。だからこうやって結ぶと可愛い。なんかお花畑にいそうな女の子。で、上がヒューマンメイドです。ハンバーガー。可愛い。ハンバーガー。これはミルアミュレットです。こんな感じです、海は。はい。まあ、バーベキューだから男の子っぽい感じ。なんかこれもレトロガールらしいです。ほぼほぼレトロガールで服買ってる感じですね。なんかこれも多分レトロガールだった気がする。なんか多分最初着てたかな、着てないや。で、あ、このベルトはもうずっと使い回しで、このズボンは古着屋さんで買ったズボン。あんま古着買わないですけど、これ可愛いって買っちゃったんですよ。ってことで、ネクスト。はい。キャンプじゃあバーベキューか。バーベキューだから動きやすい格好。こう荷物もこう持てます。手伝いますっていう感じです。中の白 T はさっきのヒューマンメイドで、これはベストはフル DK です。めっちゃ可愛いんですよ、これ最近買ったやつで一番お気に入り。リバーシブル、こんな感じで、こういっぱい、なんかもうポケット、多分みやび今日本一ポケットあるかもしれない。ポケットいっぱいついてるボトムは X ガールです。こんな感じ。これザラで一目惚れして買ったんですよ。可愛くないですか？可愛い。ね、可愛いでしょ。なんかこれ誰かに前に。そう、似てるって言われたの、誰かに。
みやびにも言われた。似てるかなこれ。どう？似てる？かわいいでしょこの人。あ、でこれはこれはレイカズってとこだった気がする。このパンツをずっと履いてる。めっちゃ着やすいんですよ。ゴムだし。伸びる伸びる。散歩だからラフな格好にしました。こんな感じ。ネクスト。はい、私はでも夏って感じ。ザ夏。タンクトップ。タンクトップにデニムっていう。タンクトップは GU だったかな。確か。デニムはさっきのミルアミルと。で、一番お気に入りの帽子、テグテグです。テグテグは、子供ブランドなんだけど、帽子はかぶれるよって感じです。めっちゃかわいい。はい。これは、なんかネットで買ったんですけど、これもまたレトロガールでした。で、このズボンもレトロガールでした。で、なんか中のこのタンクトップはダブルネームってとこだそうです。結構これ全部お気に入り、お気に入りなんです。ここら辺、あ、そう、後ろ可愛いです。これこうなってるの、なんか間開いちゃってちょっとセクシーって感じ。ちょっとね、届かれちゃってちょっとセクシーって感じって感じ。塗り替わり。 NEXT ミヤミ。はい、やっぱディズニーはちょっと女の子でいたいので、これかわいいスカート見えるかな。ちょっとね、ひらっとしちゃってこんな感じです。これ X ガール。これもまたミルアミレットです。こうやって、なんだろう、まあディズニーみたいなねそんな感じです。はい、こんな感じでコーデやってみました。どうですか？うん、コーデって難しいなって。あとちょっと夏だから、ちょっとね、寄り方たちね、気になる部分ね、痩せないとね。あ、そうだね。二の腕と足とね、そう、お腹と頑張ろう、うん、ね、あともう少しだし、うん、肩幅もちょっと狭くしてまあこんな感じで参考になるか分かりませんが、うん、うん、よかったらグッドボタン押してくださいそれじゃあまた見てね。